新約聖書、そして特にその中の福音書が今週のテーマです。まずは新約聖書全体を見てみましょう。この書物は一つの書物ではなくて、この中には合わせて27章の異なった書物が含まれています。でもこれに入る前にはその時代のことを思い出す必要があります。最初のオリエンテーションの講義ではこの地図を見せました。古代の政治の世界の地図ですね。これは地中海を中心とするもので、アフリカ大陸、アジア大陸、そしてヨーロッパ大陸の観察のところもあります。ではイエスの生涯は基本的にパレスチナ、イスラエルの方で行われました。新約聖書のその後の話はもっとこの全体に拡大していきます。このパレスチナ、まあ、イスラエルとも言うんですけれども、その地方を、理解する必要があります。3つに分けられています。北の方はガレデア地方と言われています。真ん中はサマリア地方、そして南の方はユダヤ地方です。もっと旧約の時代にはユダというふうに言われてましたが、新約聖書の時代になるとこの地域はユダヤっていうふうに言われてます。まあユダヤ人とかユダヤ教のユダヤと同じですね。そして全体の特にユダヤ人にとっての都となるものはエルサレムですね。エルサレムの方には神殿もあります。でもイエスはそんなところで生まれて、育てられたわけではないです。イエスが生まれるのはもっと小さな町、ベツレヘムです。そしてイエスが、育てられて、そして人生ほとんど過ごしたのは、もっと北の方のガレリア地方の中の小さな町です。ナザレという町です。だから、ナザレのイエスというふうに言われます。では、イエスのことに関しては、前回の授業、前回というか一番最初のオリエンテーションの授業でも紹介しました。イエスはいつ生まれたんでしょうか。イエスは、どこで生まれたのか、どこで育てられたのか、そしてイエスの職業は何だったのか、イエスの公生涯はいつからいつまで、何年に十字架に、死刑されたのか、そのことをオリエンテーションの授業から確認してください。さらには、前回の授業では、旧約聖書を取り上げたんですね。旧約聖書はいつからいつまで書かれたのか、何言語で書かれたのか、そして中にはいくつの書物が含まれているのか、そのことを前回の授業から、必要なら、どうぞ確認してください。それが分かった上に、新約の方に入ります。新約は突然、天から降ってきた書物ではないんですよ。これは長い歴史的過程を通してこのような形になりました。もちろん、旧約聖書はその前にあったものですね。旧約聖書があって、それで新約聖書ができるようになるものです。旧約と違って新約聖書はギリシア語で書かれています。ギリシア語は当時、地中海世界の国際言語です。旧約聖書は一つの民族の言語で書かれたんですね。しかし、新約は当時のローマ帝国の言語、当時の国際社会の共通の言語で書かれた書物ですね。そして、旧約聖書は、まあ、一番最初から、最後まで約1000年かかるものですね。非常に長い時期の中で書かれたものです。でそれに対して、新約聖書はもっと短い時代の中で書かれているんですね。新約聖書の合わせて27章の書物は、だいたい50年から書き始められて、そして110年に書き終えられたんですね。さて皆さん、この中でイエスが書いた書物ありますか？イエスはいつ生まれたんですか？いつ十字架に書かれたんですか？それで答えられるでしょう。さて、イエスはこの中で何も書いたわけではないですね。もちろん。
イエスは口頭で人たちに教えました。で、この中に含まれているこの新約聖書にあるものは、基本的にイエスとその信者についての記録です。イエスの後の時代、に書かれたものですね。福音書と言われている文書は4つ。歴史の書物は1つです。そして、書簡、手紙は一番多い。合わせて21章があります。そして、予言は1つですね。その合わせて27章の書物を見てみましょう。最初の4つは、福音書、マタイによる福音書、マルコによる福音書、ルカによる福音書、ヨハンによる福音書という風に名付けられているんですね。その書かれた時代の名前がわかりません。おそらくこれらの福音書が一つのセットに集められて、少なくともマタイ、マルコ、ルカが一つのセットに、2世紀の、そうですね、130年代ぐらいに、セットに集められて、それで、マタイによる福音書という名前になりました。全部著者の名前ですね。そして、ルカによる福音書を注目してください。この福音書はもともとですね、ルカっていう人によって書かれてて、そしてルカは続けて、使徒言語録をも書いたんです。だから、もともとですね、ルカによる福音書と使徒言語録は上下のセットだったんですね。でも、まあ、話の流れから言うと、福音書はイエスの生涯を記録するものですね。で、その後は、イエスの後の初代教会のイエスの、弟子たち、また、使徒の時代のことを記録するのは使徒言語録ですので、聖書の中には、黙示がこのように発展しました。まずは、福音書、イエスの生涯の4つが記録されています。で、その次は、その後の歴史の使徒言語録が並んであります。でも読むときには、そのルカは福音書を書いた上に使徒言語録をも書いたっていうことを覚えてください。で、その後は合わせて21章の書簡が続きますが、書簡は3つのセクションに分けられています。最初は教会への手紙。これらは使徒パウロが書いた手紙です。まあ、使徒パウロに由来する手紙です。この中にはいくつかは、まあ、使徒パウロの権限によって書かれているかもしれないんですけれども、使徒パウロの同僚が書いたのではないかって言われているのもあります。で、こちらの名前は全部、その、都市の名前ですね。ローマの信徒への手紙。そのローマ市の教会の信徒への手紙。で、次はコリント市の教会への手紙ということで、ローマ、コリント、ガラテア、エフェソ、フィリピン、コロサイ、テソロニケなどと、それぞれ、まあほとんどですね、ローマ除いては、使徒パウロ本人が設立した教会です。で、パウロは、初代教会の非常に重要な伝道師でした。彼は多くの新しい教会を設立しました。自分が離れてから、その教会を指導するために、これらの手紙を書きました。この手紙は、書かれた順番ではない。まあ実はですね、その前の福音書は、もしかしたら、その書かれた順番に並んであると思われています。古代の、人たちは、最初はマタイ、次はマルコ、次はルカ、最後書かれたのはヨハネ。だからその順番にしましょうというふうになって、福音書はそういう順番になったんですけれども、教会への手紙に関しては、まあ、全部パウルが書いてるの分かったんですけれども、どの順番にパウルが書いたかということは古代には分かりませんでした。でも分かったのは長さです。ですので、これは単純に長さの順番です。ローマが一番長い。テソロニケが一番短いです。で、その次の個人への手紙、これもパウロが書いた手紙です。パウロはテモテ、テトス、フィレモンっていう、人たちに、まあ、指導するための手紙を書いたんですね。で、その次は行動の手紙です。これはパウロ以外の手紙です。その地域の教会への、教会を指導するための手紙です。で、こちらは、最初はですね、ヘブライ人への手紙。ヘブライ人は、要するに、ユダヤ人のことですね。ユダヤ人への手紙。
で、その後の手紙の名前は全部著者の名前です。ヤコブ、ペトロ、ヨハネ、ユダによって書かれた手紙ということで、著者の名前です。ヘブラ人への手紙は面白いです。新約聖書全体の中で古代から著者が不明な書物です。教会への手紙、個人への手紙、行動の手紙、それぞれのセクションの中では基本的に長さに並んであります。で、最後は予言の書です。まあ、これは予言っていうふうに言われてるんですけれども、旧約聖書の予言のジャンルと実は違います。旧約聖書の中には、その予言者たちの働きを、記録することが多かったんですけれども、この一世紀に書かれてた、ヨハネの黙示録は、当時の人たちに、まあ、指導をするとともに、励ましと希望を与える書物です。迫害されている、弾圧されている民に対する指導と、また希望を与えるものですね。これは、一世紀の独特のジャンルで書かれているもので、非常に象徴的な表現が使われている文章です。おそらく、聖書全体の中で最も誤解されるのは、ヨハネの黙示録です。当時のそのジャンルの書き方、歴史的背景が全部分かっていないと非常に理解しにくい。これは新約聖書全体の27章です。